まちゃん、新しいレース用エンジン持ってきたよん。これで乗せ替えれば、性能を上げられるはずだ。でも、肝心のタコメーターはまだ届いておりませんし、速度メーターもない。お父様、手配の方は、まだ数日かかる予定だ。パンシー君の話だと、リバティシティにいるブルーシーキボッツとユスフアニールが手配を早める予定だ。これでは間に合わない。ゴールドシップのリベンジには時間が。今はエンジンを乗せ替え、テスト走行するしかないな。でも、タコメーターと速度メーターを取り付けなきゃ出力が上がりすぎて、エンジンがすぐにダメになります。そういう時こそ。トラン、安全装置の設置を頼めるな。はいよ、今すぐに取り付けちゃうよ。あんた準備だけはせこいよな。わら。タクトちゃんにこのことを話しますか？今は黙っておこう。タクトがテンションを上げてしまうと少しまずい。まず、やることをやらせてほしいだけだ。ふん。タキオンとカフェガイルドラップレースの話か。ユニバースとシャカールにも黙ってはいないぞ。お兄様たちが？一体何の目的で？物は試しか。チームルミエールに、チームレブルス。やる気だな、旦那ちゃん。さて、明日だな。どうするゴルシ、今行っても仕方ない。しばらくはグラスの話では、この峠に好きに練習してもいいと話していた。これは後悔を避ける罠だろうか？ふん、グラス先輩らしい。どうやら我々のチームに見下したに違いない。だったら見せつければいいんだ。俺たちの走りをだ？それはまずいんじゃねえかこれ。あのクリゲ。我に名を汚す気か。おる、彼に乗るのでない、落ち着け。く、きっとグラス先輩は何かを考えているのだろう。何かの秘策のように。ま、ジャーニーが言ってるのもそうだろうな。腕が鳴るぜ。さてはどうする？今やろうとしてもまだ時間はあるが。少し遊んでやろう。その方がグラス先輩も得策だろう。すぐに取り掛かるぞ。こうしてサンデー女子会だなんていつぶりかしら。スキルお姉様とビリーブお姉様もお元気そうで。妹たちとこうして過ごすのも、悪くありませんわ。サンデーの娘の中では私が上ですからね。でかい来てますし。それよりも、霊能はさ、どうなってるの？エンジンの件か？装填は完了している。旦那様が試運転するみたいで、実験を行う予定だ。あの化け物エンジン。たまらなくなりそうですわ。レース仕様のエンジンですね。まさか、これで走らせるとなると、タクトの身に危険が。それは大丈夫だ。バンケットのシートも変えているし、ステアリングも変えている。あとは、その封印した何かを探らなくてはならない。封印した何か？つまり、ハイスピードになるための力。あとのことはわかるでしょ？封印された力。それはまさか。申し訳ない。私がゴルシさんに脅されてこのようなことに。おいどうすんだ。このままだと拉致が開かないぞ。やるしかないだろう。ここまで来たらやるせざるを得ない。準備はできてます。私のコメット SR も仕上げていますので。でもグラスさん、あなたのチームはタクト用のセッティングですけど、勝ちにはあるのですか？あります。これは私とゴルシさんの戦いですから。父に会えず、死を知ってしまった方。か、覚悟あるのか？大丈夫です。私は生きてますから、すぐに口を黙らせて差し上げましょう。なんてさっきさ、今までリップレッドファームで見たグラス先輩とは、格式が違う。フェクション、はぁ？もうすぐ冬になりますねー。てかさ、本当にゴルシたち来るのかな？寒いでーす。早くストーブとこたつが恋しいでーす。シャキッとしなさい。これからグラスのレースが始まるのよ。勝ち目あると思う？でも相手はゴールドシップですよ。いくらなんでもグラスは。大丈夫、グラスちゃんは負ける気もしないから。ほう、その理由は？グラスちゃんは元から負けず嫌いの性格で、焦らず集中できるし、知能で勝つこともできる。すなわち、自由権利の持ち主ってわけね。でもゴルシさんの作戦は何になるかが気がかりでーす。来た、お出まし。ですね。待たせたな、グラス。お待ちしておりました。さあ、ここでケリをつけよう。ルールは簡単だ。このバインウッド峠の上り、ここのスタート地点まで戻ればゴール。それでいいな。いいでしょう。手加減はいたしません。もし、あなたが勝てば、私に首をはねても構いません。覚悟は決めています。グラスらしい言葉じゃねえか。そこまで言うなら認めてやる。今度こそ、お前に決着をつける。覚悟しておけ。なんて空気が。吐きという流れってのはこういうことか。やはり、ゴルシは恐れを見ている。これは、どちらかがチリとなるであろうな。もしあなたが負ければ、私の前で膝まずいて差し上げます。
いいですね。うわ、グラスらしい言葉だ。頭クラクラする。わら。それではお待たせしました。一心不乱のレース運びが続くと思うので、決して事故を起こさないように。それではカウントいくぞ。グラス。もうここでの作戦はこうだ。シミュレーション、V でいく。何かを感じます。先行する気持ちが。3、2、1、ゴー。うわ、ゴルシ先行しやがった。まさかここで逃げ切るっか？本来は後方から攻めるのに、先行だとはいい度胸ね。グラスさん、悪く思うなよ。このサルタンレトロにはハイパワーターボダブルプラス。そしてマフラーにはミスファイアリングシステムでのラブ強化を取り付けた暁には、この勝負、逃げ切りで勝てる。4WD をなめんなよ。私に対して逃げ切りですか。だけどこの作戦には穴があります。どこまで通用するのか、見せてあげましょう。ゴルシのやつ。先行しやがったぞ。一体何を考えているんだ。逃げる気でしょう。私の考えでは。ゴルシ、一体何考えているのだろうか。おいっ子は、何かを戸惑っている。戸惑ってる？一体どういうことが怪しい？何かの復讐を受けようとする姿勢が見える。私の目では。復讐？ゴルシは何を考えているんだ？そうか、あのバンス君が。そうなんだ。バンスは復讐に生きようと旦那に頼み込んでいる。もう二度と死を見せたくもない。その予算は、あるのですか？もうねえ。すべての金は出し尽くした。バンスの死を待つしかないだよ。タキオン、どうか助けてくんねえか。金なら、ピザ屋で出した分金出すからよ。少しは考えたまえ、ポッチェくん。まだ死にはしない。旦那はバンスのことも十分知っている。新しいパイを提供することとなった。ほんとかタキオン。そのお金は？うちの息子のディープスカイくんが人工肺を取り付けるように頼ませた。金は無用だ。タキオン。お前ってやつは、心配は無用です。バンスは今とある病院で手術していますので、今は落ち着きましょう。レースの観戦が先です。勝てる。今の作戦ならこの調子で勝てる。さあ見せてみよう。この応援予定の究極の窮地策を見せてもらおう。左側に寄れている。右側は完璧のようですが、なぜか左側に不安を感じる。この勝負の鍵は、本当に帰ってきたのか、マックイーン。ステイゴールドを人質に誘拐したのもお前だったのか。ええ、もちろんですわ。ゴルシ。自分の犯した過ちに気づかずに迷惑をかけた罪でもありますわ。あの宝塚記念の120億円紙くず事件か。まだ、彼のことを憎しみに触れているのですね。当然ですわ。私たちの目白牧場を全ての金をゴルシに託した結果倒産しましたわ。今はレイクビラファームとして買収してもらえたのでことなきは救いましたが、あのゴルシだけは破門させて正解でした。でも、あなたの立派なお孫さんですわ。ドリジェやオルフェも才能豊かで、ゴルシは足毛の怪物の中でマックイーンの後継馬として成功しておりますし。そんなの私の孫でもありません。目白牧場を潰したのもゴルシなんですよ。そんなのうちの孫でもありません。マックイーン。気持ちはわかる。私のシンボリ牧場でも千葉県の網しかない。役目は終わり、世代に引き継ぐのも伝えることも大事だ。同じパーソロンの血を持つ王子様にはわかりもしませんわ。こうなったら、この手でゴルシを引っ捕らえるのみですわ。マックイーン、それはダメだ。そんなことしたら目白が崩壊する。おやめください。命だけは。ふん、失礼しますわ。ドリジェとオルフェにはこう伝えてください。ゴルシを目白邸に来られよと。あなた、まずいですわ。このままだと私の弟も他の目白の名たちが傷ついてしまいます。安心しろラモーヌ。お前と弟には救ってやる。旦那にも伝えないとな。ようやく後半に入りました。私は黄金世代の生き残りの中で一人とても寂しかった。だが、今の私は違います。今はみんながいるため、そして誰よりもみんなの走りが、見たいから。なんだ？急に離れたと思えば張り付かれただと？ひょっとしたアクシデントだ。だがゴールはもうそろそろ。このまま逃げ切って、あっという間にジエンドにしてやる。グラスの動きが変わった。どこかで仕掛けに行くぞ。もう決まってると思うよ。
それはどこのことだ？サンレオパークの下りでのヘアピンカーブ。そこが狙い。いよいよ終盤。ここで何かが起きることを信じます。ブラシはここで決めてくれるはず。どうにかかってくれ。絶対に負けないでよ。おいさん、予想通りブラスは後ろにいる。睨んだ通りだ。ブラスは後方の仕掛けに得意だからな。勝利の決め手はこのコースの特定にある。特定？一体どういうことなのか。わからねえのか。この地形には高低差にあるんだ。最初の上りは加速しづらくスピードは出ないが、下りはアクセル抜いても十分速くなる。勝負の決め手は、つまり下りが有利ってわけか。今のままだとゴルチのタイヤは摩耗しつつある。このタイヤマネジメントが勝利の方程式だ。おいさんずるいよ。僕の規定を奪わないでほしいな。奪ってねえ。ただ稀に言えただけだ。おめえの頭をこの俺様が鍛えさせてやろうか。やったー、おいさんと勉強盗める。わかってんのか。ここに来てタイヤが垂れ始めてきている。だがもうゴールは目前。ブラス先輩の走りはもうここまでだ。ここで終わらせてもらおう。まずい。危なかった。こちらもタイヤの摩耗がよれてきました。ゴルシの欠点が今見つかりました。そう、ステアリングが安定しねえ。なんとか持ちこたえろ。サルタンレトロ。ゴルシさんの動きが見えてきました。ゴルシの最大の欠点は、左回りが下手くそだってことを。シーサー、ここで抜きに行くぞ。ゴルシ、これで終わりだ。ゴルシのタイヤは死んでいく。なん、ブレーキを踏んでも減速しねえ。このままだと横転する。そ、いうこと聞けー。ゴルシがオーバースピード。今だ。ここで抜くか。さっきのブレーキでタイヤも摩耗してグリップが苦しくなってきた。やはり俺は自分の日でもなかった。ここまでか。どうやら負けを認めたようだな。マックイーンにも黙ってもいないな。アニウェイ、どうしますか。今ここで促しても見は危険だ。帰るぞ、おる。ブラスさん、やっぱりあなたは。ブラス君が勝ったよ。よっしゃー。これで黄金予定が初めて負け越したな。全チーム10も合わせるかもな。すごいなー。僕もプロジェクト U と戦いたい。それはまだ先の話だ。まずはタクトの車両ができるまでの話だ。久しぶりにクレイジーな東部を攻めに行ったがってるぜ。あんたの勝ちだ。俺はもう言うこともねえ。俺を殴ってもいい。ただそれだけだ。いいえ、そのようなことはいたしません。あなたには家族がいるのでしょう。うちの娘と姑のことか。だがもう面影なんてない。俺はただのぶっきらぼうな守護場なのさ。私が出て行く時に言いましたよね。無我夢中にならず、家庭を支えよと。お前、その言葉、まさか俺に気を使っていたのか。今何さんに言いました。俺とお前と同じく引退したんだよって。穏やかに過ごしていってほしいと。相棒なんて忘れはしないさ。第二の予定を過ごせばいいってな。タクトにもよろしく伝えてくれ。
もし車両が直ったら、ラトン坂へ来いとな。じゃあな、先輩。タクトさんですか。はぁ、退屈だな。車を失っただけでやる気も出ないし、走る気もない。やめちゃおっかな。はい、よう、タクト。明日時間あるか？ウォッカさん。こんな遅くに何の用かしら？なあタクト、気分転換に俺の車で走りに行かないか？あとさ、ボッケ先輩のドラッグレースあるから見に行こうぜ。どうせナンパでしょ？ナンパじゃねえ。走りに行くんだよ。バカバカしい。の前にさ、できたら俺の車貸してやるからさ、峠に行ってコーナードリフトの極意、見せてくれよな。俺が助手席に乗るからさ。頼むぜタクト、この通り。まあいいけど。ウォッカさんが望むのであれば、よーし決まりだな。連れに出すかとマーちゃんにも連れに行くから、明日支度しとけよ。じゃあな。なんだろう。私も走りたい気持ちがいっぱいになってきた。少し、前向いていこうかな。ふっ、私の昔と変わらないわね。あなたは走り続けるのよ。タクト。変わらぬ君の笑顔があった。歩き疲れ立ち止まる日も小さな喜びの日も、この両手に抱えきれない愛を教えてくれた。